いやあ、刹那圭介だよ。今回も武器に願いをやっていきたいと思います。レッツゴーゴリゴリ。これかな？これやな。前回。その前々回と同じような内容になってしまった刹那圭介。元い鍛冶屋ゴリゴリの店主。今回は違う展開にできるのか？あ、喉痛い。喉痛いなって言うだけ。のどいた。こんな声やるんじゃなかった。ああ、のどいて。ここら辺はもういいや。ああ、ダメージ207しかない。これじゃあ魔王なんか倒せませんよ。ああ、のどいたい。こいつのレベル、レジ打ちレベルとか言うんだったかな。なんぼとか見えんのかな。まあいいや。いつも通りロングソード、ロングソード。ごくないよな。確かフリーズブレイドが、あれどうだったっけ ?4 ぐらいまで下がっとった覚えがあるんよな。まあ、いいや、やりとこう。でもって、フリーズブレイド。よし、このフォーメーション、いつも通りすぎるやん。だからいつも通りなんだ、前。売り上げの方でなんか新展開を見せたい。なんかジジイが。ジジイ言っちゃった。お客さんもジジイって言っちゃった。さて、今日も忙しい。ほら、もう結構売れようもんな。まあ、ロングソードやけどな。ロングソードやけどな。もっと他の武器を触ってほしいところです。一応、フリーズブレイドも買ってもらえるのさ。これ、もしかしたら、増築しておいて、他の種類の武器も置いとったらもしかしたら手に取ってくれる人がおるかもしれんっていう考えで増築をちょっと早めにしとった方がいいかもしれんのか。そんな気がするんよね。いやでもロングソードばっかしか売れんけどね。槍も売れよう。フリーズブレイドも一応売れようんよな。ただこの3つの3種類に反応せんお客さんっていうのがおる。そういうお客さんを何を求めているのかっていうのを知りたい。バスタードソードあたりかな。かといって、ロングソードを1本だけにしておいたら、連続で来られた時の方がやばいけんね。だから、増築したら、まあ他のも置いていきたい、ナイトソードなんか売れるか、ボケ。けど、槍が、それなりに売れるよな、ロングソードよ。まあ、そういうトレンドだったけん、わかっとることないんやけど、なんで、前から思っとったけど、なんでこんなに床が汚れやすいんかな、この家って。突っ込んじゃあかんところかもしれんけどさ、俺のケアが足らんかもしれんけどさ、ちょっとな、汚れやすすぎるんよ、これ。スーパーババアだったかな。違うな、スーパー主婦だ。主婦、スーパー主婦の、なんか、ワックスがけ依頼したくなるぐらいの、忙しい。忙しい。これでパートおらんかったらさ、レジも俺がやらんかったらあかんわけじゃん。めちゃくちゃ忙しいんですよね、これ意外と。指すっごいフル稼働しと。タイピングの方がもう騙しレベルかもしれん。さて、今日もあと10秒。なんか確か前回と前々回さ、時間切れになってから入ってきて、なんか扉を閉められて帰れんようになった人おったよな。確かそうだったと思う。今回おるかな。お、いける、いけるわ。よかった、よかった。今回はよかった。入ってきた、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 入ってきた。おらんと思ったら入ってきた。なんなん、流行りなん、これ、今の。売り上げは一応ぼちぼちとこか。もうちょい伸びてほしいな。魔王を早く倒したいな。スーパーシュー、スーパーシュー。お次、レベルアップ。頑張いよるもん。ババア、俺頑張いよんぞ。お掃除頑張いよんぞ。武器を並べるの次あたりにお掃除頑張いよんぞ。お掃除よ。で、アイテム情報、高い件いらない。依頼はさせてもらえない。とりあえず、鉱材やね。もう買えるだけ買ってしまえのパターンやな。石はいらんだろ。そういや、フリーズブレイド いくつぐらいになって今。1個しかないで。ただ、アイス石が5個あるけん、別にいいか。
増築をしたいが7万もかかる。ほとんど持っていかれるで。あかんで、あかんで。そんなあかんで。もうちょいお金が増えて、借金してやるぐらいの方がいいかもしれん。これもいらんと思うな、俺。ただこいつだけはちょっとすっごい頼っとるわ。こいつだけはな。どれどれ？おう、フリーズレブレイドが5に上がって、他の属性付き3に下がったんじゃ。アイスランスとサンダースピアもちょっと上がったかぐらい。やけどやっぱロングソードと槍なんやな。なんか毎回毎回同じパターンになってしまうよな、こんなトレンド出されたらさ。このちょっと同じ繰り返しをどうにかしたいと思うね。私、鍛冶屋ゴリゴリの天使は。これやってさ、もうちょいいい条件のものを持ってきてくれたらな感じなんよな。まだ不謹慎なこと言いよるし。あーなんかもうパターン一緒やで、お前ら。もうちょい面白いこと言ってくれへん。おい、言ってくれへん。待てよ。よう考えたらこいつよ。ロングスピアでまだ作れんけどさ、作れんかったと思うけどさ、ロングスピア5本買ってこいつに売りつけたらそれでもお金もらえるんやけんさ、確実と言っていいほどに。やけんロングスピア作れるようになったらもう5本作ってこいつに売りつけたろうか。そうした方が収入ってしてはいいかもしれんで。はい、ギャル。あら、武器屋さん。ゆっくりして行きなさい。なんか上から目線ですね。行きなさいとか、行ってねーじゃないやな。なんだろうね。またこれ。わかっとるわ、お前。舐めとんか。相変わらずのギルドやの。相変わらずすぎるよ。でも、相変わらずの武器の製造なんやけどね。ロングソードは多少作っておくべきなんやな。これ赤字まっしぐらちゃうんかなって思ってしまうんやけど、いけるんかこれ。売るとか、いや売る仕事やけん、そうやけど、フリーズブレードも作っとかな。現在としては売れても5本ぐらいまでしか売れんだろうなっていう予想が立てられてる。あ、こっちも作っとかないけませんな。よし、こんなもんだ。武器作る仕事すらもなんかなあなあになってきてる感が。あ、ちょっと、おお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 いやれおいやれおいやれおいやれ、壁におやれ壁ドン。はい、こいつに挑戦してみたのかな。利率レイパーってことは増えんってことだよな。預けとっても。なんだい、面白くねえな。はい、というわけで今回はここまで。なんか毎回同じパターンばっかやな。なんか面白いビッグイベントとかないかな。町の方でなんか、大売り出しとかいうバザー的なもんがないんかな。そうしたらこの猫を1000円ぐらいで売りつけるのに。はい、というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け。